はい、コナンです。ポケモンランドやっていきたいと思います。今回プレイするのはまだ開発中のバージョンですね。アルファテストバージョンになります。なんとかねダイヤを貯めて島のね地図を購入しました。そして今ピカチュウの島を開放したのでそちら今やっています。ピカチュウの島というだけあってやはりピカチュウが出てくるんでしょう。ちょっとねそのあたり探していきたいなと思います。結構ね面白いポケモンがいっぱい出てきて結構ねハマっています。なかなか面白い。これでアルファテストバージョンっていうのはねかなり完成度高いような気はしますけども、もうこのままリリースしてもいいんじゃないっていう感じするけどね。おお来たぜコンパン。さあこれ多分ね倒すと仲間にできるんじゃないかと思います。強えななかなか。あでも結構ダメージ与えられるね。さあちょっとポケモン変えていきましょうか。おー行ったぜ。さあコインゲットしていきます。さあクリアすることができました。さあ謎の草 CP は133 CP132。おダイヤ5個を受け取りました。このねダイヤがポイントなんだよね。どっちかっていうとねコインよりダイヤの方が結構使えるというか、おそらくね基本プレイ無料なんで多分ダイヤが課金して交換みたいな感じになるのかな。ちょっとわかんないけどね。まだねこれは今アルファテストバージョンでは課金することができないので、まあ自力でやっていくしかないですね。さあ行きましょうか。まだねこの辺のステージだったらそんなに難しくないのであんまりね相性とか考えずに行けますね。でもできればねこのポケモンの相性を考えていった方が、まあ、弱点をねつけるポケモンでいった方が抜群が出るんで、まあこの後ねちょっとその辺りも動画の後半でね試してみたいと思いますけども、抜群が出るとやっぱりすごいダメージが与えられてザクザク進めますね。やはりこの辺りやっぱりポケモンだよね。おボス来ました。臭い花。なんかこの 3D というか絵がね 3D なんでなんかこの臭い花の裏側も見れたりしてなんか結構新鮮な感じ。さあクリアすることができました。楽勝だ。お最強謎の草出ましたね。結構バトルが簡単だよね。まあスマートフォンのゲームなんで、まあ、戦い方がシンプルにしてあるのかな。まあ正式リリース版でまあどんなね改良加えられてくるかちょっと分かりませんけど、おお雷中来たぜ。周りをピカチュウがピカチュウみたいなの、ま、ピカチュウですね守ってますね。バトルお強えな。やっぱ強いわ。まあ、雷中が電気タイプのポケモンなので、まあ、本当は草タイプとかのねポケモンで行った方がいいんでしょうけども、いけましたね。さあコインたくさんゲットしました。さあ雷中はゲットできるのかな。お島の主を倒した。 OK です。島の主を倒すとこのレーダーが使えるのでちょっとねレアなポケモンを狙っていきたいと思います。さあ行くぜ。ボスはステージボスはラフレシアですね。ここで、まあ、CP 順に並べ替えたりいろいろできますね。ポケモンのこのゲームの楽しさっていうのはこのポケモンを集めるところにもあるよね。結構強いぞ。さあこの辺のザコはもう軽く倒していきましょうか。なんか操作がシンプルすぎてちょっと物足りないなみたいな、やり込んでくるとねそんな感じもしますね。もう少しなんか自分で動けるようにしたりとかねすると
いいんじゃないかと思います。まあどうなんだろうね、オートモードとマニュアルみたいな感じでやればいいのかな。まあどっちみちでもこれ一本道だからな。さあ倒していきましょう。やっぱポケモンキャラ可愛いよね、このさあひたすら倒してコイン食べていきましょう。ポケモン変えましょうか。さあネジを巻いてスタートです。一応ねおもちゃのポケモンでバトルをしていくっていう設定だからね、まあネジを巻いてって感じなんだろうね。さあボスが見えてきたぜ。何気にグラフィック結構綺麗だよね。3次元的なポケモンもいいね。ちょっとポッケンを思い出すような。さあこの雑魚キャラ軽く倒してボス行きましょう。今11か、あんまりダメージ与えられないね。なんか変えた方がいいかな、ポケモンの相性があまり良くない。あでもなんか連打で頑張っていけば倒せそうだよね。ちょっと変えてみようか。さあネジを巻いていくぜ。おこっちの方がだいぶダメージ与えられるね。やっぱりポケモンの相性みたいのあるね。まあそこがこのポケモンの面白さでもあるからね。さあ連打で倒していきましょう。この辺りもなんかちょっとバトル簡単すぎてもう少しなんかあるといいと思いますけども。さあクリアしました。さあ木の箱を開けていきましょう。ポケモンが入っているかもなしですね。なかなかないんだ、木の箱で出たことってあんまりないね。さあランク上がりました、6まで上がりました。さあダイヤ10を受け取りました。さあチャンピオンタワーの長いものに巻かれるなが挑戦できるのでやっていきましょうか。チャンピオンタワー長いものに巻かれるな、いきます。ここは3体が選べますね、メインとあとサポートが2体。まあちょっと CP の高いポケモンを選んでいきましょうか。やっぱりポケモンなんでなんか進化したりとかあるんですかね。ちょっとねそこも楽しみだな、ちょっとやり込んでみたいよね。やっぱり進化してどんどん強くなったりするんでしょうか。さあ何を使おうか迷うよね。まあ試しにねいろんなポケモンちょっと試してみたいなと思います。さあチャンピオンタワー、確か今回のアルファテストバージョンではチャンピオンタワーの15回まで挑戦できるということなんでね、まあどんどんやっていきましょう。さあ行くぜ、90秒、もうひたすら倒していきましょう。まあ最初の辺はね、さあカイロスが出てくる。おーっといろんなポケモンが出てきて面白いね、抜群出ますね。なるべく本当はこの抜群が毎回出ると早いね。やっぱ違うよね、抜群出ると一発で倒せる。おーすげえな、白龍これが結構強いんだよな。うまく抜群を出しながら、おいけるいける、かなりダメージ与えられる、いける、おし行ったぜ、クリアです。お結構ダイヤがもらえるね、30ゲットです。これはでかい、このチャンピオンタワーはダイヤ稼ぎにいいかもね。ポケモン強化は準備中、なんかいろいろ要素あるな、これ結構やり込み要素あるね。跳ねるコイキングの時は結構ゲームがシンプルでね、まあ、そんなにやり込み要素なかったんですけど、このゲームは結構やり込み要素あるよ。ありがとう、ポケモンは確かに受け取った、これでますます研究が進むだろう、お礼を受け取ってくれ。まあかぶってるポケモンはね、まあ博士に送っちゃってまあポイント受け取った方がいいのかな、ちょっとわかんない、その辺はねちょっとどうがいいのかな。さあピカチュウ島をね進めていきましょう。
レーダーでレアポケモンを見つけていきます。この星2つ、さあ行くぜ。お、いいね。やっぱり抜群出ると早いわ。結構このポケモンの相性みたいのあるね。早い早い、一発ですね。サクサクと進めることができます。なのでやはりポケモンをなるべくたくさん種類集めて、いろんなポケモンがね選べるようにしておいていくと、結構難しいステージになってきてもサクサク進めるようになるんじゃないかと思います。気持ちがいいんで抜群出ると。やっぱり、まあ、他のポケモンゲームでもそうだからね。さあサクサク、お、ゲットできますね。謎の草、お、ボスが見えてきました。強そうだぞ。モルフォン、いきます。さあ抜群が出るから今回いけるね。お、結構ダメージ与えられる。いける、いけるね。でも結構攻撃やっぱ激しくなってくる。よし、倒したぜ。お、ポケモンゲット、モルフォンゲットできますね。そして宝箱があります。もちろん開けていきます。なし。そしてこちらダイヤで開けます。おお、プレミアム人影ゲットです。これは嬉しいね。さあ謎の草 CP170186 きた。最強きましたね。そしてモルフォンもゲットです。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。